え、待って、もう本当なんかガチな話していい？もう坂本さん1位だったじゃん。ちょっと感動しちゃってやったー、みんなーありがとう、やったー。いろはと電話しながら1位だねって言って感動しちゃってガチな、ガチ涙してたらいろはがわかるでござるよみたいな。いや、すげえわ。いや、1位ってだってすごくない？だってすごいじゃんと思って、ちょっとあれね、すごかったわ。うめえわ。いろはも頑張れって言って、なんかね、いろはもめっちゃね、なんか上手になってたよ。聞いてたんだけど、ずっとあのマリカしてんの夜中もずっとやっててさ、いや、我が輩なんかこんな努力してる人間たちと肩を並べて歩くのが恥ずかしいレベル